ビジュアル特集騎士と西洋甲冑全身を金属の甲冑で覆い勇敢に戦った中世の騎士たちはキリスト教を守護する騎士団を形成し騎士道を育んだ騎士とは騎士とは中世ヨーロッパの領主下級貴族で国王や諸侯上級貴族に仕えた。 君主に領地を報道、保護してもらう代わりに君主のために軍役に就いた騎士道とは武芸に秀でる騎士は名誉や勇気を重んじる独特の道徳騎士道を作り上げたヨーロッパでは近代まで軍人の多くが騎士階級出身で騎士道精神が生き続けていた騎士道の主な内容 敵や弱者に対して寛大であること死や苦痛を軽蔑することキリスト教を尊ぶこと婦人に対して奉仕すること騎士団とはイスラム教徒と戦うことは騎士にとって最高の名誉とされた十字軍が派遣されると騎士たちは騎士団を組織して聖地エルサレムや 巡礼者を保護した。以下の三大騎士団が特に知られるテンプル騎士団金融で莫大な財産を築くがフランスをフィリップ4世に敵視され解散させられたドイツ騎士団騎士団長だったホーエン・ツルレン家が後にプロイセン王国を建国したヨハネ騎士団 十字軍敗退後地中海のマルタ島を本拠にしレパントの海戦に参加した西洋甲冑の変遷騎士たちは十字軍の時顔をすっぽりと覆う樽型兜や鎖鎧を着用して戦ったやがて全身を鉄板で覆う板金鎧プレートアーマーが誕生し発展したが16世紀に 鉄砲が主力兵器になると動きにくく高価な西洋甲冑は姿を消した13世紀から14世紀樽型兜、鎖鎧十字軍に参加した騎士や兵士が着用した打撃に弱かったため盾が必要だった樽型兜。樽のような形で視野が狭かった。 鎖鎧小さな鎖を編んだ鎧15世紀前半板金鎧ミラノ式甲冑全身を金属板で覆う板金鎧で北イタリアのミラノで生産された右肩と左肩の形に違いがある銅は前後で分割され蝶つがいで止める総重量は 30キログラム近くあった面頬上下に開閉が可能やりかけやりを構える時の支え1515 15年頃板金鎧マクシミリアン式甲冑神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世1459年から1519年の時代 ミラノ式カッチを手本に開発された薄い金属板を使用して軽量化を図りヒダを打ち出して強度を高めた総重量は約 20kg 首よろいとと胸当ての隙間を覆う板金よろいの長所短所長所隙間がなく防御力が高い 敵に威圧感を与えられる。短所。重く動きにくい。体型に合わないと痛い。